こんにちは、シエルです。今日はカルディに行ってきました。そしてはい、ドン、めちゃくちゃ重い。今日はカルディの購入品の紹介です。こちら6565円分です。まずこちらです。ママズキッチンガレットミックス、1つ401円なので802円です。今日カルディに買い物に行った理由はこちらのガレットの粉を買いに行ったんですよ。最近ね、ガレットにめちゃくちゃハマってて毎日焼いてるんですよ。これね、お水で溶かすだけなのですごい簡単に焼けるんですよ。好きな野菜だったり卵だったりハムだったり、あとはクレープみたいに焼いてフルーツ乗せてホイップとかで食べてもすっごい美味しいんですよ。こちら一つで10枚分ぐらい焼けるのでそんな高くないですね。コスパ良しです。これめちゃくちゃハマってる。そば粉で作るクレープみたいな感じ。引き続きガレットブームを楽しみたいと思います。では続きまして、こちらがコーン茶です。こちらのコーン茶は213円でした。このサイズで200円くらいって安いですよね。コーン茶めちゃくちゃ香りいいからすごい好きなんだよね。これは初めて飲むので楽しみです。添加物ゼロ、カフェインゼロ、カロリーゼロ、ホットでもアイスでも飲めるそうです。そして続きましてがこちら、ハリボンのグミハッピーイースターということで、これはイースターバージョンなので卵型のゼリービーンズも入っているみたいです。私昔ね、グミを研究してたことがあって、このハリボーってドイツなんですけど、そのドイツのこのハリボーを作る工場で働きたいってずっと思ってた。それぐらいグミすごい好きだった。やっぱハリボー美味しい。594円。ハリボーのグミって日本のグミよりちょっと高いですよね。でさらに小分けタイプでね、大きいサイズだからちょっと高いけど可愛さは100点。続きましてこちら、梅干しのアソート、カツオ、蜂蜜、シソ漬けのね、3種類の梅干しが入ってます。こちらが498円です。梅干しってたまに食べたくなりません？干し梅じゃなくて柔らかいやつですね。ちょっとプニプニします。で、はい、こちらパッタイ風ビーフンです。はい、こちらフライパンで4分でできるという、簡単に食べれるというのに惹かれました。この中にビーフンと調味料のタレが入ってるみたいで、こちらは144円です。豚バラ、卵、ニラ、もやし、エビ入れて焼いて食べると美味しいそうなので、安くて簡単にできるって最高。タイ料理系のものって普段お家で作らないので、こういうなんか簡単にできそうなのはいいなと思って。酸味が絶妙なバランスのパッタイ風だって、はい、めちゃくちゃ美味しそうね。食べるのが楽しみです。続きましてこちらです。パッタイかっこ台風焼きそば、こちらはリピート買いのものです。これね、甘辛い感じですごく美味しいんですよ。パッタイって米の麺なんだね。こちらは299円です。前に食べた時美味しかったので、これは久しぶりに購入しました。こちらも食べるのが楽しみです。続きましてこちらです。こちらはリゾットです。玄米リゾット、こちらがトリュフ風味の玄米のリゾットで、こちらがポルチーニの玄米のリゾット。これはもうね、お湯で温めるか、まあ、レンチンしてすぐ食べれるという。はい。クリーム系のリゾットって高カロリーなイメージがあるんですけど、こっちが168カロリーで、こっちが154カロリー。さすが玄米。はい、こちらのお値段がどちらも312円です。こちら、キャロットラペ。こちら118円。この人参のやつすごい作りたかったんだけど、これはもうあれだね、人参を千切りにしてもう混ぜたら完成みたいな。買い物終了間際の時にこれを見つけて思わずえいと手に取ってしまいました。カルディのパッケージって可愛くておしゃれだよね。人参1本使うそうなんだけど4人前ぐらいできるそうです。こちらはトッポギセット、こちらは216円です。トッポギとか久しく食べてない。触った感じ小さめのお餅が入ってます。私口の中がお子ちゃまなので辛いのがちょっと苦手なんですよ。これなら私食べれそうな感じする。そんなに辛くなさそうな感じがしてね、すごい美味しそう。あ、アレンジメニューっての書いてあって、トッポギと鶏肉のクリームグラタンだって。これも美味しそうだね。うん、家では作ったことないから、やっぱこういうセットあるといいね。セットでご紹介。こちらがタコシーズニングとフラワートルティーヤ、トルティーヤとタコスのスパイス。トルティーヤが280円で、こっちが210円です。ね、この間女子会でね、タコスパーティーやってからものすごいハマってて、すごい楽しいしすごい美味しくて、それからねちょっとハマっちゃってね、家でも作るようになっちゃった。牛ひき肉にこれとお水入れたらね、めちゃくちゃ美味しいタコミートできちゃいます。これは家にあったやつなんだけど、このタコシェルパリパリしたやつでタコス作ってたんだけどね、これがね食べる時にバリバリバリってなってね、具材もボロボロボロってなってね、美味しいんだけどちょっと食べにくくって、今回初めてこのトルティーヤを買ってみました。これはフライパンかトースターか電子レンジで温めて、あとは具材を巻くだけなのですぐできそうな感じですね。はい、簡単そう。で、これ8枚入りだね。
こっちのタコ汁もいいんだけどね、この多分トルティーヤもめちゃくちゃ美味しいと思う、うん、なんかホームパーティーとか女子会とかでタコスパーティーめちゃくちゃおすすめ。これでタコミート作ってレタスとトマトとアボカドとチーズとかですごいねカラフルだしすごいほんと楽しい。私はちょっとね辛いの苦手だからねマイルドのやつね辛いのもあります。はい、こちらはロイタイガパオペーストですね。こちらは198円。家でガパオライスとか作る機会ないので気になって買ってみました。こちらお肉と炒めるだけかな。ね、すごい手軽。カルディってこういうタイ料理系のセットあるからいいですね。こちらはスイートチリソース。こちらは213円です。こちらは小さい袋のが10パック入ってるやつで、チリソースと大きいの買っても余っちゃうんですよ、いつも。そう、で、それでこれが小さい小分けになってたから、あ、いいなと思って。そう、たまに生春巻きを作るので、はい、それにこれを使いたいと思います。ね、チリソース美味しいよね。すごいデザインが独特。タイって感じだね。じゃん。こちらはホタテバター混ぜそば。こちら178円。この間お店で油そばっていうのを初めて食べて、汁なしな感じのラーメンみたいな。それがすごい美味しくて、この油そばっぽいこの混ぜそばがすごい、あ、気になっちゃって、ちょっと買ってみた。ホタテも好きだし。はい、そしてこちらは牛タンシチュー。はい、お湯で温めるかレンチンで食べれちゃうやつ。こちらは354円です。もうこの絶対美味しいじゃんっていうパッケージね。カレーとかハッシュドビーフとかああいうもの買いがちなんだけど、珍しくシチュー、しかも牛タンっていうね。これはよく見かける、何回か食べたことあると思う。パスタソースですね。ボンゴレビアンコとズワイガニのトマトクリーム。カルディのお得コーナーみたいなところに置いてありました。どちらも198円です。美味しそうだよね。アボカドトルティーヤチップス、こちら224円です。さっきタコスパーティーやるって言ったじゃないですか。その時にアボカドでワカモレ作るんですよ。アボカド潰してトマトと玉ねぎとあとはパクチーとか入れたりして混ぜて作る。それをね、このね、トルティーヤでディップして食べるとめちゃくちゃ美味しいんだよね。なんかこんな感じのアボカドペースト。アボカドのトルティーヤにつけるとすぐ買っちゃう。これは買うか迷って気になって買っちゃった。こちらグレープフルーツのシロップ漬け。こちら213円です。これ気になりません？グレープフルーツの缶詰ってある？私初めて見たんだよね。すごい気になった。シロップ漬けだから甘みがありそうですね。おっと、保冷剤が入っています。はい、こちらはプロシュート。こちらお値段が213円です。生ハムとかプロシュートとか大好き。食べやすく切ってあります。ラストはこちらのカマンベールチーズです。こちらは378円。カルディのチーズコーナーもすごいいっぱいある中でちょっとおしゃれだったのでこれを購入しました。はい、ラストはチーズでした。カルディといえばちっちゃいコーヒー配ってるじゃないですか。それを飲みながらマジックショーで使う海外のカラフルなキャンディーがあるんですけど、それをいつも購入しに行ったりとかしてたんですけど、ここまでたくさん購入することがなかったので、なんかいろいろお料理の幅も広がりそうだなと思って、すごいワクワクしながらお買い物してきました。なんか前までカルディってちょっと高いイメージあったんですけど、結構ねお値段が安くなってるものとかお買い得なものって結構あるんですよ。なんか特別プライスのコーナーも結構あったんで、なんかそういうものでお買い物できたら安くいいものも買えるなって。はい、そんな感じで今日はカルディの購入品の紹介でした。で、美味しいのがあったらまた動画にしたいと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。